はいどうもとっても可愛い霊夢ちゃんです。今回は金色の菓子から、馬言の術について見ていきたいと思います。原作で出てきた呪文のみで考えると自分の肉体を強化して戦う術が全てです。ファウード編やアニメの影響で炎の術を使う魔物とよく思われていますが、全ての術で自身の肉体、特にスピードが強化される。後に神級呪文を会得したことで、デメリットはあるものの作中トップクラスの機動力を手に入れています。それでは見ていきましょう。シュドルク。馬言の全身を鎧で覆い、移動速度も上げる術。しかし同時に第二の術も出現していたため、原作のバトル用で使用したのは初回登場時とカルディオ戦、ザルチム戦のみです。大人一人を乗せるほどの力を持つことができます。初回発動時は、ダルモス戦にて使われ、戦闘形態のダルモスのスピードを圧倒していました。その後の、ダルモスの術、ガンズベキルをそのスピードを活かしかく乱していました。カルディオ戦では、サンビームの指示により逆にやられちゃってましたね。しかしザルチム戦では、ザルチムが気が散っていたところにパートナーを狙い勝利に貢献。ゴーシュドルク。鎧装着の他に一角銃のような角が生え、シュドルクより強化、高速化され、体も一回りほど大きくなる術。アニメ版では、空中に浮遊している描写も見られます。心の力が少ない時は、ディオエムルシュドルクの代わりにも使用されます。大人3人を乗せるほどの力を持つことができます。ダルモス戦にて使われ、短い間にこの第二の術を習得しており、ダルモスの強化された鎧を貫くほどの威力、ダルモスのとんでもない切れ味を持つキロロアムベギルを受けても、破壊されることのない硬い角を持っておりました。この硬い角を生かしダルモスに勝利しておりました。パムーン戦では、キヨマロの指示によりパムーンの居所を知るきっかけを作っていたり、術の形態を崩すなど細かい動きが可能でした。カルディオ戦ではスピードと硬い角を生かし序盤を優位に戦っていました。ディオエムルシュドルク。カルディオとの戦いで窮地に追い込まれ、ガッシュとの約束やサンビームを守るために現れた呪文。全身に炎を宿す鎧と角がついた攻防一体の術。力の制御に慣れていなければ、パートナーさえも焼きかねない危険な術でもある。使いこなせることができれば、様々な戦術を用いることができるため、汎用性であれば新種努力さえ上回ります。大人8人以上引っ張るほどの力を持つ。ここから術の応用になります。ラッピング、身の周囲に球状に炎を放出し、身を守る。ザルチムのウルシドシャロンをこの技で相殺していました。ブロック、壁のように炎を放出し、身を守る。ファンゴの最大呪文を防ごうとした際に使われましたが、威力が高すぎるためリーヤの最大の盾との連携でも、防ぎきることはできなかった模様。ジェベリン、角の先端に炎の力を集め、体を高速回転させることで貫通力を上げて相手に突撃する。強力で、ファウードの力でパワーアップしたファンゴの最大呪文を突き破りました。ロデューとの戦いでも使用されティオがチャージるサイコドンを貯める時間稼ぎをしていました。トルーパー、多数の炎の分身を作り出す。初回はカルディオ戦で使われ、その気迫と執念によりカルディオを恐怖させていました。ロデューとジェジュン戦でも使用され、次の技までの足止めをしていました。ライトニングアロー、炎を全身にまとい、炎の兵隊に紛れ込みながら高速で相手を攻撃する。ただし、身体の負担が大きい。新シュドルク。馬言の最大術で真の術の一つ。ゴーシュドルクより強化、高速化され、体も一回り巨大化する。空中を自在にかけることができるほか、鎧はある程度の範囲で変形可能で、パートナーがダメージを受けないように覆ったり、体をホールドすることで乗っているものを落とさないように包み込む形にできる。音速を超えたスピードと極めて小回りの効く旋回性能。クリアの術バードレルを振り回せるほどのパワーとスピードを手に入れていますが、強力すぎるために制御しきれず長時間使用すると肉体や精神が崩壊して死んでしまう危険性を秘めている。なお作中の描写から、同じ高速移動系の真の術である、アシュロンの神兵ウルクとは最高速度や航続距離などは劣りますが、小回りやパワー強化の面では上回っているようで、どちらが上とは言い切れません。後にガッシュの金色の本の力で馬言が現れた際には、宇宙へと逃亡したクリア完全体を追う手段として使われました。なお、大気圏突破も可能のようですが、さすがに宇宙空間の過酷な環境を耐える能力までは持っていない模様。ガッシュが使った際はコルルの信頼ポジオと併用して使われました。デメリットは存在しますが、ほとんどの相手は反応すらできずに瞬殺可能な凶悪呪文でしょう。以上になります。いかがでしたでしょうか。攻撃呪文という呪文はなく、肉体強化のみの術の構成でしたが、スピードを生かした汎用性の高い術であり、背中にパートナーや仲間を乗せるといった、ガッシュたちにはなくてはならない移動術ともなりました。
今回はここまでにしましょう。次回の金色のガッシュでは、ぐるぐるブルービーでおなじみ、カフカさんビームについて見ていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。